皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送でございます。お久しぶりです。お久しぶりですっていうところでご紹介差し上げたいと思います。一般社団法人日本先導士協会代表理事先導士幸喜先生です。ありがとうございます。そして理事の小堀くま子さんです。どうもすごいね、すごいね。あのネタ合わせしたんだから今30分ぐらい。本当ね。そうだよ、3分だけどね。これというところになる。突っ込まれんかったらつらいね。何もせんかったらね、つらい。いやでもいいですよね、うん、やっぱりこう画面があるからこそ ね見て楽しい感じでね、今日千夏も久しぶりにメガネをかけておりますので、っていうところになりますが、はい、まあたびたび日本先導士協会ね、幸喜先生にお越しいただいてますが、今ね、昔はオープニングで鹿児島弁講座っていうのをやってまして、うん、いつしかなくなったんですよ。でも師匠お越しね、幸喜先生お越しいただいた時だけ、はい、鹿児島弁講座じゃない、なんと今日はね、はい、ちゃんと旗弁講座ですが、解説ここにテロップ出ております。はい、旗弁、我がふるさとのね、はい、お言葉ですが、はい、旗弁講座、はい、じゃあ先導士幸喜の旗弁講座。ちょっとね、何も打ち合わせしてないので、ちょっとバラバラ感ありますけど、来週はうまくいくだろうというところで、はい、じゃあ師匠、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、もう一言いきますね。あ、一言、あ、もういきなり行きます、はい、もういきなり行きますよ、はい、もう我がふるさと、四万十川のほとりをね、旗郡と言いましてね、そこの高知の西の方の言葉、はい、はい、行きます、行きます、はい、もうまあつく、もうまあつく、もう何やってんだよ、残念。どんな時に使います？あ、そうか、仲いい時に使いますね。仲いい時、はい、もうまあまあ仲いいです。ちょっと焦ってる場合も使いますね。焦ってる。例えば千夏先生がもうまあつく。分かった。もうちょっとでつくよ。あ、大正解。そう正解です。早い。早い。もうまあつく。わあ、ちょっと初めて正解した。そう、すごいね。いきなり。私ちょっと、ね、縁があるんじゃない、四万十の方に。はい、もうまあつく。もうまあつく。もうすぐつきますよっていう。だからね、うん、分かりやすいんですよ。今は分かりやすかった。もう、まあ、もうすぐ、うん、着きますよ。あ、もう、まあ、これはちょっと師匠も選択ミスりました、うん、そうですね。今ね、もうまあ、だけどね、実際はね、もうまあつく、もうまあつくっていうね、もうまあつく、ちょっと早いんだね。もうまあつくなんで、こうすると分かんないので、もうまあつくっていう。分かりやすくね。そう。もうまあつく、皆さん早くしてください。はい、いや、1個じゃ寂しいじゃん。千夏が簡単に当てちゃったから。そうよ。そうよね。実際のことね、普通の言い方しますね。積んでこか、積んでこか、ふざけてるのか。これ本当にさっきはもまつく、もまつくっていうのと、もまつくっていうのと一緒で、積んでこか、積んでこか、言ってないね、積んでとか、積んでと、積んでこか、積んでとか、うん、あれ言えなくなってるよ。じゃあ違うのいきますか。積んでこか、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 ツンデレの猫。それはそのままで、猫じゃないですね。積んでこか、お花を積もうか。あ、違いますね。違うのか。はい。つまもうか。積んでこか。つまむでもないんですね。そう、つが一緒だから。乗せてってやろうか。好きな。そうですね。そういうことか。乗ってけよって。そうそう。乗ってく？積んでこかっていう、そうそう。当たりですか。当たりですね。私も初めて当たった。すごい。そうか、荷物を乗せるみたいな。どんどん標準語になってきてるというね。いや。はい。ああ。でも今日はね、あれですよ。師匠がたびたび当たんないから私たちがね、普段ね、優しくね、分かりやすい、そうです、簡単なやつをね、やりました、ね、普段の使う言葉、よし、はい、次からも分かると思います。というところで一旦 CM 入ります、はい、CM です、はい、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、皆様お帰りなさいませというところでね、オープニングとガラッと雰囲気変わりまして、改めましてご紹介を差し上げます。一般社団法人日本先導士協会代表理事先導士幸喜先生、そして理事の小堀紗友子さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、
本当にもう半、はい、あ、半月ぶ、半年ぶりでもないんですよね。今年ちょっと近いスパでなんですけど、うん、もうね収録のタイミングとも、もう合わせたかのように、うん、幸喜師匠がちょうどその日関西にいましたね。本当にすごいね。いつもはもうやっぱ関東の方にね、いらっしゃったり、メインがやっぱ関東にいて、ね、まあ、北海道行ったり、ね、九州沖縄行ったりしてるので、いやいやもう本当にこれタイミングなんですよ。たびたび出てるようでいただいてるんですけど、うん、本当にタイミングなので、そうですね、空いてますかの日が大阪にちょうどいますようなんで、うん、見えてます、見られてますね、っていうところで、はい、っていうところでね、まずもう今回はお越しいただいたので、はい、まあ、2020年下半期のこう、まあ、いろんな流れをお話しいただきたいなというところなんですが、はい、なんかちょっと打ち合わせで話をしてましたら、もう7月入ってるじゃないですか、はいはい、ちょっと7っていう数字がねっていうところでこの収録に入ったところなんですけど、そうですね、はい、あの陰陽師でちょっと7っていうのは特殊な数字なんですが、はい、これね、人、人間という意味があるらしいですね。7が漢数字じゃなくて、ただ7っていう響き、7という数字、響きというか7だからね、我々は見える色は7色、うん、7色、ね、ああああ、うん、そうそうそう、で聞こえる音感もね、ドレミファソラシ、まあどういうとほら8になるけど、うん、ドレミファソラシでいう、うん、これも7音なんですね、うん、7音、うん、で例えばスロットした時にですよ、うん、アメリカのラスベガス行った時に、うん、ガラッと言って444が揃うのと、うん、何が揃うと一番嬉しい、7でしょ。そうなんですよ、 7が大当たりよね、大当たりでしょ、うんうん、日本でも漢数字の7、3つ書いてね、まあ、7、7、7って書いて、うん、森のようにね書いた時に、うん、あの字見たことあります、これ、はい、あ、まあ、漢字で言うとね、森のようにでしょ、そう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 、1個7があって7があって7、これ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 見えますかね、見える見える見える、はい、これね、喜びという字なんですよ。あ、これ喜び、そうそうそう、これ喜びという字。あら、知らなかった。喜び？これ喜びという字の当て字なんですね。スリーセブンなんですよ。スリーセブン。いや、分かってる。そう、まあまあまあ、だからね、あまりにも。そうそうそう。だからね、ほら、ガラガラーってね、ラスベガスでやった時に、いやいや、ね、7が揃ったら嬉しいのと同じく、ね、うん、日本も嬉しいという不思議な、いや、でもなんか7という字がね、7って聞くとさ、はい、なんかラッキーなような気がしない？レシートとかで777円って、うん、でしょ、そう、ラッキーと思うようになってるのが人間だけ、他の動物にならないからね、猫も犬も7だよって言ってもね、分かんないよね、うん、人間だけが、で、チャクラも何個あります？あ、7個？そう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 、そうやね、ここ、ここ、うん、ここ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 最後見てるけど、なんか5個か6個、1個足りないの、まあまあいいや、はい、まあ、何が言いたいかというと、7っていうと特殊なので、うん、すごいですね。だからちょうどこのね、番組を今7月にやってるので、そう、7月13日からの週になります。唯一ね、365日で7月7日、うん、まあ、この間あったね、そうそうそう、うんうんうん、その回ほら、天の願いが叶うときっていうね、そうだね、でしょ、ね、そう、だからそういった意味ではね、7というのは人間にとって意味深い数字なんですね、うん、はい、でも意識してみるのいいですね。あ、本当に本当に、数字はね、1から9まで全部意味があるので、ね、すごいですね、はい、もう今度は1から7飛ばした全部ね、数字説明してもらう回を作りたいという、はい、そうです、どっかでは数字なんです ね、それと千奈先生の千という字もね、あ、意味あるんですね、そうそう、千奈先生、ありがとうございます、あります、え、ないの解説、もうない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 や、いや意味があります、あ、意味があるけど話すと長いでしょとか、そんなね、長いな、もう期待しちゃうよね、じゃあ次回もまたそれでね、皆さんお呼びしますんでお楽しみくださいというところって、うんうん、今回はそのね、まあ、漢字とかね、数字だったらこう持ってる人とまだ持ってない方っていろいろちょっとありますが、うん、今からまだ皆さんね当てはまるかもしれませんというところで、2020年の下半期、うん、もう7月入ってまいりましたけれども、はい、まあ、ここで何か、まあ、気質別とか、まあ、世の中の流れとかね、はい、まあ、陰陽六行で見ていくとどうなるんですかということで師匠にお話を差し上げました、はい、でその中で気質っていう言葉が出てきますが、皆さん西暦で入れていただくと自分の気質を調べられるものがあります。こちらですね、陰陽六行ウェブ鑑定、陰陽六行ウェブ鑑定と開きまして、ずっと真ん中まで下がっていただきました。お試しで見れますよというのがありますので、そちらの方に、西暦から1900何年からね入れていただきますと、ご自分の気質が出ますというところになりますので、よろしくお願いします。というところで、どのようなお話を今日はお伺いできますか。そうですね、今日はですね、はい、まあ、下半期なんですが、はい、うん、お二人がちょうどね、地の
月というね、そうそう地の月なんですよ、ね、今で5行5行って言ってたんですけど、はい、6行目、うんね、月の人、うん、特にまた地の月の人がね、はい、今年の話、うん、まあね、うんうん、残り半分これを意識してくださいねっていうのをね、はい、ちょっと言おうと思いますね。ありがとうございます、はい、ありがたい、ありがたい、一言で言うとね、一言で言うとね、はい、これね、偽という字なんですよ。おお、偽って書くとね、うんうん、え、偽物って大体みんな思うでしょ、って思うでしょ、うん、偽物というね、うん、偽物。でも実際はですね、これね、人のため、人のためって書いてるんですよ、うん、人のため、まあ、人生人のために動いてるようなもんですから、ね、そうそうそう、まさに ね、無意識なのよ、地付きの人のためのね、ね、今年ですよっていうね、うん、私のために今が起きてますよ、今の形で起きてますよ。本当そう思います。だからね、世の中に今大変なんだと思いますよ、うん、今年のね、忙しいの、地の月の人は無意識に忙しいの、はい、2020年本当はね、こう豊かな時のはずなのに、うん、もうね、正月からずっとね、自粛自粛自粛でね、足止め食らってますね。そうそうそう、うん、で、6行のね、5行じゃなくて6行目、お月さんは、はい、こうね、夜道を照らすという役目、うん、要は道しるべという、ね、うん、意味合いが強いので、うん、そういった意味ではね、地の月の人は、はい、まさにこのね、うんうん、混沌としたこのね、暗闇の世の中、不安での世の中を照らす役目っていうのをね、うん、ちょっとね、意識してみてほしいというね、これをお伝えしに来たみたいなね。あ、来たみたいなね。え、もう終わり？終わり？でもあれですよね、あの大阪府知事の吉村さん、はい、そうよ、地の月なんですよ、そう、はい、ね、そう、月の人がああいうなんかすごいリーダーになるイメージのあんまりない、ありますね、そう、あの有事の時になるなる活躍する。お月さん普段見えないんですよ、なかなかすいません、見えないですよ、まあでね、こんな派手ですけど見えないですよ、ね、そう、まあ、実際ほら、ね、ゲストのサポートっていう部分そうそう出てるようですけどね、そうそうそう、はい、裏方なので、はい、でもね、そう、うん、そう思ったら本当に今年地の月、あのね、お月さん、私たちとかね、ちな先生とか私とか地のお月さんは本当にこの勝手に先生のやつね、横でくれそう、人のためにそ、ね、もうのために人のためにっていうの、ね、そう、これを意識してください、地のお月さんはね、不思議だよね、なんかそんな意識的なんか人のために動こうって本当に思ってないんだけど、うんうんうん、なっちゃってるの、うん、で、この気質を知っていろいろ見ると、うんうん、もう嫌なくらいそのまんまなんだよ、はい、だからイメージと本当にやってることが違うって、だから本当にやってること本当にやってんだよね、うんうんうん、そうですね、それね、中にはね、ちお月さんなのに、はい、自分軸っていうかね、自分のために動いてる人がいるんですけど、うんうん、それね、ちょっとこうちょっと用意してるんですけどね、これすごい、これ、ね、これね、ちょっとこうお見せしますけど、お弁当箱、お弁当箱、お弁当箱、ラバンなんですが、うん、ラバンって知ってますか、はい、これ、ね、本ラバンといってですね、うん、風水グッドの中で一番最上級の、あ、じゃあこのマスが少なかったりするの、他って、まあ、小さいやつもあるんですよ、小さいやつもあるんですが、すごい、これね、家の玄関に置くだけで総合、あの家庭運、仕事運、金運、恋愛運、結婚、うん、全部がね、賄えれるというやつなんですが、真ん中に方位磁石で、うん、そう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 、よく風水の先生はこうやって見るんですが、うんうん、すごいですね、今日わざわざ持ってきたんですけどね、すごい年代もんですよ、はい、で、C8巻、たびたびこの出ていただいてる時お話してます、そう、これね、はい、ちょっと小難しいんですけど、はい、1200年前の書物に C8巻ってなって、はい、難しいのでですね、うんうん、C8巻が難しいの、そうそうそう、言葉がちょっと耳慣れてないからね、日の絵とかね、かの絵とかね、聞いたことあると思いますけどね、うん、そうそうそう、はい、あのね、陰陽六行に私がしましてね、陰陽六行、うん、簡単に現代風にした、そう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 、うん、つまりさっきみたいに人のためっていうね、うん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 、これを見るとあなたは、人のために今年2020年動いてくださいねっていうのがね、分かるんですよ、うん、これを見ると2020年の今年の特にあのネズミのね、今年は、うんうん、人のために動きましょうよっていうね、うん、っていう部分をね、これでこれをね、説明する。で、ただこれがわからないので、うんうん、ね、先ほどね、鑑定を見るとね、うんうん、あなたの今月こういうやつですよ、そうそう、ね、はい、見ることできますので、うん、ぜひともね、こんな難しいよりもね、もうわかりやすい、そうそう、現代版にしては、そう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 、まあ、もちろん現代の言葉で書いてありますんで、そう、小学生でもわかるよね、なんかちょっと何書いてんのかなじゃなくて、ちゃんとした言葉で書いてありますんで、はい、うん、いや、でもすごいですね、こういうの、まあ、師匠はもちろん読み解かれるからこそ、はい、うん、分からない人に分かりやすく今の言葉でお伝えされてるね、うん、そうですね、
っていうところなんですよ、はい、いやあ、まあちょっと言うけど、あの偽善者って言葉あるでしょ、偽善者、うんうん、あの先の偽というには偽善者って言ってたんですけど、はい、あいつ偽善者だよねっていう、うんうん、この人ね、言ってるこの人は、うんうん、善を要しない人なんですよ、はあ、要しない、そう、ね、あいつ偽善者だよねっていう、言っちゃうけどね、で言われた人はね、偽善者っていうのを知らないまま困ってる人を助け、ね、頑張ってる人って差し伸べてるんですね。つまりね、分かりやすく言うとね、うん、善が要しない人、悪い人が言う悪口は、はい、いい言葉なんですよ。はい、分かります？ひっくり返って、ね、そう、うん、悪い人が、あの人悪い人だよって言うと、うんうんうん、この人いい人になるっていうね。うんうんうん、はあ、不思議だね。不思議。あいつ、偽善者だ。ほら、うん、マイナスの言葉言いました。マイナスな人間がマイナス言うと、うん、と計算式はね、ほら、マイナスかけるマイナスはプラスになっちゃうんですね。人のために善ができる人、これが偽善者の、ね、これなんかこう表現できたら嬉しいね、テロップで、はい、すいませんこういうところでちょっとちょいちょいねすごいテロップのオーダーだし、どうしたらいいっていう、もうあのあれじゃない、なんかよくわかんない文字がここら辺から出てるかも、四角三角丸四角、私はもうね愛あるおせっかいってよく言ってますけどね、愛あるおせっかい、でもそれいいですね、うん、そう愛あるおせっかいでね、うんうん、やっぱその人のために思って ね手を差し伸べてあげるね、ぜひともやってほしいかなっていうのがね、うん、でも本当にこう、うん、毎回毎回師匠の話聞いても、うん、まあ同じ話ももちろんありますよ、あるけどもうそうじゃない部分が多すぎて毎回そうそうはあはあっていうところがあるんですけど、テーマというかね、あり方はただ一つなんですよ本当に、うん、その人のためにっていうね、うんうん、自分のためじゃなくて目の前の人のためにこれがあり方でね、表現が違うだけですね、うんうん、でも聞けば、はい、そうだよねっていう、こう納得っていうか、うん、腑に落ちるのが早い、はい、スピードが、うん、それは気質の関係性かな、私たちは、まあ、実際ね、知能的さんの言い方をさせてもらってます、うん、これはね間違いなくね、そのお月さんがこう腑に落ちる言い方を言い方をしてますね、うん、じゃあ腑に落ちなかったは月かもよ、愛だとか和だとか思いやりという言葉一生懸命使ってますね、うん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 、そうするとね、今全国のあなたにね、うんうん、響いた人は月の可能性があります ね、 いや本当あると思う、でもなんかね、そういううさんくさとかで言うとはね、ちょっと違うとかね、そうお月さんない可能性がありますね、これはね、はい、今師匠がおっしゃったように、うん、お月さんに、まあその陰、はい、陰陽六行で6つ、木火土金水月の6個あります、うん、なので今月に合うダイレクトに響く言い方をしてくださってるので、はい、それぞれの言い方をしてくださったらみんなにストレートに届くということで、うん、はい、今日たまたま2人が血の月ということなので、はい、ここをね、あの中心でお話しくださいましたけど、うん、すごいですよ、だから先導師ってその気質に合わせて、あの一つの言葉を伝えるにしても気質に合わせて言い方を変えているので、より早くスピーディーに腑に落ちて理解いただけるっていうのはね、はい、すごい早いかなというふうに思っております。でもう一つちょっと気質聞いてもいいですか、はい、ね、天の金、はいはい、ちょっとうちのスタッフでね、はい、うちのスタッフがね、天金さんはね、今年がですね、うん、もうテーマ、テーマ、はい、テーマ、私の大好きなね、はい、12個の中で一番好きな字、決、決ですね、うん、決める、決定の決ですね、うんうん、はい、今年のテーマは決で、はい、今年決めるとね10年以上続く、もしくは一生続くものを決めるって言われてますね、うんうん、はい、だからね、今年なんか会社起こすぞとか言うと、ずっと残す会社を起こしたり、結婚するぞって言うともう離婚しないままその人と幸せになるとかね、うん、はい、決めるなんですね、決めたことがより深く決めれるんですかね、あの日の山って聞いたことありません、ね、日の山聞いたことある、あるでしょ、うんうん、あの昔から日の山って、日の山も強いし馬も強いんですよ、うん、でこの日の井というやつがこのケツというやつに当て字で書いたんですが、うん、日の井というのは強い、要は自分の魂にズブズブズブって入るので、うんうん、いっぺんこれ変えようかな、色がちょっとね、はいはい、どうかしました、はい、ズブ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 って深く魂に入るので、うんうん、もうこれをねケツですよって言っただけなんですよ私がめちゃくちゃすごい分かりやすく、日の井ですよじゃなくてね、日の井という字もほらうちという字に書いてるんですよ、うちうち、うんうんうん、こうはい、上に蓋がしてね、はい、中に内に入るよっていう字で、ズブズブズブって入る時なので、要は自分の魂に決める時ですよ、うん、決定してくださいね、どうせ決めるならば決断してくださいねってね、よく言いますね、段が大事なんです、段がね、いいじゃんね、まださっきの陰陽六行ウェブ鑑定で後で調べていただきます、はい、自分が金とかね、まあ、特に天の金さん 天の金の方ですね、うん、天の金の方ぜひ、まだまだちょっと時間ありますから今年、ね、決めていただいて、はい、はい、
いいかと思います。補足ありますか、はい、転勤に対して。まあ、はい、先ほど言った断、決断なんで、過去の自分のできないとか大丈夫かなっていう不安な自分を全部断捨離して決めたからできるっていうね、新しい自分でね動いてほしいがありますねっていうことですよ、はい、多分見てると思うからよろしくお願いします、はい、そしてちょっとすいません、またうちうちで申し訳ありません、はい、天の日、はい、天日ですね、天の日ね、はい、はい、天日さんはですね、実は12の気質の中で一番強いですね、はい、やだ、光といういいじゃん、光なんですよ、光、いいじゃん、めっちゃ一番あ、ね、うわーって高い時、ね、一番高い時のやつなので大吉、はい、今手挙げてますね、大吉、大吉、大吉、はい、見せてあげたいぐらい、こっちから、はい、大きな吉というね、今言った大きな吉なので、吉ってやつだけでも嬉しいでしょ、うん、いや吉でも嬉しいよ、吉でも嬉しいのを、もうそれが大きいやつなので、タイまでついちゃった、そうそう、うんうん、いつ動くの、今年でしょっていうね、あと半年でしょっていうね、なるほどね、そうやね、はい、実際動き始めてるかもしれませんね、うん、だからね、今年の2月ぐらいからね、結構いろんな人の出会いとか、うん、出来事とかが、うん、こうプラスになるというかね、未来にこうつながるように、へえ、はい、もううなずいてらっしゃるので、まさにそうみたいですね、はい、分かりやすく言うとね、道と友情を書くとすごく分かりやすいんですよ、道と、はい、ね、お願いします、はい、こうね、はい、自分が、自分が、うん、傘さして、はいはい、人生というね、この点に向かって行ってるんですよ。おー、ね、これが道という字、はい、山あり谷ありの道を行ってるんですが、はいはい、今年はですね、うん、天日の人、天日ね、天日の人は、天日の人って、そう、未来、未来、未来の人がですね、ここからね、うん、あなたが歩む道はこちらですよって言ってね、ダウンライトのように光がこうね、こちら向かってくださいねっていう、つまり天命に向かって天命に向かって導かれるかのようなね、出来事ばかり起きますね。スポットライトがね、バーッと当たる感じですよね。そうそうそう、ね、いや、もう当たりすぎでしょ、光だもん、はい、うん、だからね、すごいわ、そうそうそう、自分でね、選択する場合もあるし、させられる場合もあるので、うん、はい、うん、おそらくはした方がいい、そうそう、なんでさせられるの、あ、そうか、でこう上に上がるためにさせてもらってるんだって思うとね、はい、必ずこの後の実りの時期に必ず実るので、なるほど、これまだ実りじゃないですよ、まだ大吉というけどまだその先があるので、すごいね、まあ、ここを越えたらまたさらにその先が楽しみだっていうことです、はい、すごいですね、そうなんです、人それぞれあってね、他にも、天の、まあ、水だったりとか、地の土とかね、12個ぐらいあるので、はい、あ、そうそうそう、木火土金水月ね、天と地に分かりますのでね、はい、形になってます、本当はね、全部説明したいけどね、そうなの、時間ないのよ、そう1個めっちゃさらっと言ったね、5個説明しただけで、あ、5分説明しただけでね、なんと、ね、全部60分、1時間になっちゃうので、2時間番組になっちゃいますね、じゃあ今度は特番を組んでいただいて、はい、特番っていうか、もうさ、2ヶ月ぐらい師匠の回だよね、うん、今度まとめて10本撮りぐらいしないで、もうみんなヘロヘロで帰るかもしれない、今本当に一言だけ、一言だけですけどね、と、ね、いうところで、うん、ちょっと一旦 CM 入ります、はい、CM です、どうぞ。はい、皆様お帰りなさいませ、はい、もうまだまだね、お聞きしたい、もう師匠の口からお聞きしたい気質のね、2020年下半期のお話なんですが、皆さんはたびたびね、この本のお話はしてるんですけど、実物なかなかね初めの頃はちゃんとお写真も出しておりました、うん、こちらになります。これ師匠、なんかもう国、日本を越えて、そうです、今ね、台湾の方でもね、台湾語に公開られてね、うん、はい、すごいじゃないですか、もう増設、増設じゃなくて、そうですね、あの占いの国って言い方おかしいけど、あの、はい、すごい風水のね、うん、あの世界で一番風水の国家、うん、台湾でですね、この本がすごくいいということでね、台湾に、1年前ですね、そう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 、うん、もう発売してもう何年でしたっけ、この本自体ももう4年、5年ぐらいなんですね、もうそんなに経ちましたっけ、2015年、はい、うん、早いね、はい、本当にあれございますので、
はい、まあ、おかげさまで4釣り5釣りぐらいね、うん、すごいですね、はい、増販増販してますね。書店でももちろんお買い求めいただけますし、うん、Amazon でも、はい、おかも、おか、うん、お買い求めたら神々や、はい、ね、陰陽師の教えそうそれでね、はい、はい、なりますよね、うん、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。あとね、うん、時間が1分約2分なんですけれども、うん、はい、師匠は何か皆様に。そうです、はい、まあ、ちょっとこの本の話しますけど、はい、うん、これってね、なんとね、礼服付き、お札付きなんですよ、はい、これね、お札が付いてまして。そうなんだ、お札こっち、はいはい、あ、出しましょうか。お札がね、なんとしかもね、2枚そうなの、はい、普通ね、私の教会でですね、だいたい2000円とか4000円とかね、うん、結構するんですけど、なんと、1500円で2枚ついてるというね、計算が合わないというやつなので計算が合わない、まあいっかというね、うん、あの本読んだ人が ね、幸せになってもらいたいという意味合いですね、あの持ち歩く用と家に貼る用のこの両方、ね、はい、金運アップのお札なんで陰と陽ですね、はい、でもとてもこれをプレゼントね、される方もいらっしゃったり ね、はい、本当にいいですよね、うん、まあまあ、何かのこうきっかけになったりしていただければ、うん、すごく気持ちが楽になる。そうですね、うん、これ読んで実行すると気持ちどころかね、何、うん、だろう、友達付き合いとか、ね、通帳も増えたっていう人もいますので、うん、あのそれぞれ分けてます。金運の話とかね、恋愛の話とかね、気になるところですね、うん、はい、あと1本あります、はい、で、もう一つがですね、うん、私あの陰陽チャンネルっていうね、うん、陰陽のチャンネル、はい、陰陽チャンネルで、あのお写真出てると思います、うん、漢字の紐解きやっております、はい、毎週編集がちょっと大変なんでですね、うんうん、ただ日本語と英語同時通訳とかね、うん、それやってるのですごく時間かかってますが、そのうちあれじゃない、いろんな言葉でできるね、あ、ね、展開できるか YouTube、 そうですね、はい、もし知り合いに中国の人がいたら中国語とか ね、はい、うん、ドイツ人がいるとドイツ語でやるんですけど ね、とってもいいかもね。あの陰陽チャンネルというのは、うん、インターナショナル YouTuber、 まあ YouTuber、はい、YouTube、 インターナショナル YouTube っていうのを、うん、頭文字取って陰陽、はい、チャンネルというね、そう、すごいおしゃれな、はい、神がかってる名前だなと思って。ありがとうございます。もうね、日本の漢字がね、世界共通言語になるようにね。いやいや、本当ですね。と、はい、いうところで、うん、今週一応終わりになりまして、はい、来週も引き続きましてお二人にはご出演いただきます、はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。